とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。最強のボス、最弱のボスは何でしょうかという質問ですね。ということで、今日は、最強ボスランキング、やっていきたいと思います。ついでに、最弱もやりますので、全ボス10体を1位から10位まで発表していきます。さあ、それでは、行きましょう。このランキングには、個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは、ボスランキングやっていきますね。10位から1位まで、サクッと言っていきます。まず、第10位。レッドストーンの怪物です。こいつは雑魚ですね。張り付いておけば、全然余裕で倒せると思います。ただし、ちょっと遠くに離れちゃったりすると、逆に強くなってしまうので、必ず張り付いて戦うようにしましょう。それでは、第9位いきます。第9位は、ムーシュルームモンスターズですね。こいつも、レッドストーンの怪物と同じく、雑魚ですね。張り付いておけば、一緒です。ただし、レッドストーンの怪物よりも、若干 HP が高くなっておりますので、ちょっと時間がかかっちゃいます。8位行きましょう。第8位は、邪悪なレイスですね。こいつはダウンロードコンテンツの中で最弱のボスだと思います。この前のアップデートで無敵時間がついちゃったんですけども、まあ元々の HP が低いので、ほぼほぼ意味がありませんでしたね。こいつは弱いです。第8位。続いては7位です。7位は大釜ですね。こいつも火力押しで全然 OK です。ガシガシ倒していきましょう。しかし、火力がないとかなりきつくなるので、必ず高火力のやつで押していってください。次は第6位です。第6位は名もなき者。こいつはヴァンガードを召喚するんで、そいつがちょっと鬱陶しいです。本体自体はそうでもないですね。呪文を唱えている時が隙だらけになるので、その時に一気に押していきましょう。それでは次はトップ5ですね。第5位、邪悪な村人ですね。元々のラスボスですけども、こいつ自体は強くはないです。変身してからが結構強いですね。まあ、変身して高火力で一気に押せばすぐ倒せるんですけども、火力が若干なかったりすると暴れ出します。暴れ出すとちょっと厳しいかな。でもそこまで強くはないと思いますけどね。それでは第4位です。第4位はジャングルの魔物ですね。この前のアップデートで遠距離攻撃が追加され強化されましたね。これがなかなか厳しいです。そして HP も若干高めとなっておりまして、戦いが長くなると敵をガンガン召喚してきて厳しくなってきましたね。でも高火力で一気に押すとそんなに時間もかからないのでいいと思いますよ。ここからはトップ3です。第3位。第3位は古代のガーディアンですね。こいつは無敵時間があるので、戦うのに時間がかかるというのがちょっとネックです。そして、トゲがついてます。なので、高火力のやつで戦うと、ちょっと痛いので、注意が必要ですね。それでは第2位です。第2位は復讐エンダーですね。こいつもね、無敵時間が鬱陶しい。前まではね、無敵時間を飛ばして一気に削り切ることができたんだけども、もうそれはできないっぽいですね。やっぱり何度か無敵時間が入りますので、倒すのには時間がかかります。ただ、倒し方が分かってしまうと全然楽勝なので、まあ何度か戦って慣れてください。それでは一番強いと思うボス、こいつです。テンペストゴーレムですね。まず、無敵時間が長すぎて、時間がかかって鬱陶しい。で、その時間の間に雑魚がめちゃくちゃ出てくる。そしてトラップも出てくる。なので、ものすごく戦いにくいですね。間違いなく俺はこいつが一番嫌いです。はい。ということで、今日はボスランキングでした。1位から10位までいかがだったでしょうか。
ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。